戸田情勢は、日本の宗教家、教育家、実業家、数学者総価教育学会理事長、総価学会会長、北家高構想高等などを歴任した。出生名、戸田自認一。数度の改名を経て、情勢と名乗る。改名は、大船員、保護非常大古事。厚田公園内の戸田情勢成果教職者として、戸田は、 現場教育に必要なものをまとめ上げ、文部大臣に憲白書を提出する。20歳の時に上京。牧口常三郎に出会い、東京市立西町人上小学校の代用教員として採用された。その後、一時期は教職を尻属職を転々とする傍ら、院外団に身を投じ、犬飼い武氏の側近であった、立憲政友会所属の衆議院議員。 小島和夫の治遇を得る。妻子を病気で失い、自らも肺結核を患う中、日蓮昇衆進徒になった、牧口常三郎の尺福によって、戸田も入信。前後して、現在の学習塾の先駆けである、自習学館を主催し、学習参考書の走りとも言える、推理式指導算術を出版する。推理式指導算術は、評判を呼び、 100万部を超えるベストセラーとなった。当時の受験生からは受験の神様と呼ばれる。これをきっかけにして本格的に出版事業に乗り出し、日本声学館を設立。牧口の教育理論である総価教育学体系や同教の作家、下沢博の小説などの出版を手掛ける。この 創価教育学体系の初版が発刊された1930年11月18日を創価教育学会の設立日としている。なお、巻口の著作は創価教育学会が出版した。戸田は出版業以外に金融業や証券業にも乗り出し、事業家として一定の成功を収める。1940年の第2回総会で正式に、 総価教育学会理事長に就任し、学会の活動を主に財政面で支えた。1943年6月、牧口と共に日蓮召集総本山大赤人に呼ばれた戸田らは第62世館長鈴木日京と堀日光道石のもと、諸務部長から、学会も一応診察を受け取りけるようにしてはどうかと申し渡されたが、これを拒絶する。 その後、創価教育学会は、登山を禁止され、牧口と共に警察に逮捕、投獄される。戸田情勢と、牧口常三郎創価学会戸田記念国際会館、創価学会インターナショナルの本部が置かれている。終戦後、戸田は、日本政学館の通信教育と出版事業に、取り組む傍ら、創価教育学会を創価学会に改め、組織整備を開始する。 全身の総価教育学会は、牧口の総価教育学を中心とした教職員による集まりであったのに対し、総価学会は、日蓮召集の振興を中心に据え広く、一般人を受け入れたため、会員数は増大した。しかし、事業経営における、戦前の主力だった、参述書が、学習指導要領の全面改正で無意味なものになり、 時代打開のために参入した雑誌も売れ行きが低迷するなど経営は悪化。1949年10月、日本製学館は倒産する。戸田は東京建設信用組合を設立し営業を始めるが多額の負債があるために今度は大倉省から営業停止の命令を受け破綻。1950年8月24日、戸田は総科学会理事長を辞任する。 同年10月、大倉商事を設立し、顧問に就任。1951年5月3日、東京、向島の乗船寺で式典を開き、後の大石寺65世保守、堀米日順林席の下、第二代創価学会会長に就任する。戸田は、事業家としての経験をもとに、創価学会の運営を行った。戸田は就任演説において、 7年間で75万世帯を釈伏することを目標に掲げ、大規模な不況運動を行った。しかし、強引な勧誘方法は各地で社会問題化した。戸田会長時代に婦人部、男子部、女子部、学生部、その他人材グループなど、現在の総価学会の主要な組織の編成がなされた、他、雑誌、大白連ンや機関誌、 政教新聞が創刊された。1954年には国会や地方議会の選挙に学会員を出馬させ政治進出を果たし、後の公明党結成の布石となる。また、日蓮招集の外語という創価学会本来の目的を果たすべく、大石寺への大行動の混流、寄贈などを行った。執問とは、 第59世館長堀日通第63世館長秋山日満第64世館長水谷日章、第65世館長堀米日順、第66世館長細井日達らと、良好な関係を築き、とりわけ第65世日順とは、縁が深かった。その一方で、牧口が仏法思想にある原因結果の法則と自らの、 価値論を絡めたバチ論の駆読論を展開したのに対し、戸田は戦後の荒廃した辞儀に沿う形での生命論を提唱する。生命論は戸田が国中で得た悟りをもとに月刊誌、大白連華に発表したもので、総価学会が現代に即したホッケ業を展開するための革新的な理論となった。酒好きでしばしば酒を飲んで酔っ払いながら説法をしていた。 不倫司会のある仏教であるが、日連系教団の協議では問題にならない。1957年、参議院大阪府選挙区の補欠選挙をめぐって、青年部参謀室長、池田大作と一部の学会員が、選挙違反事件を起こす。個別訪問と買収の容疑で、青年部参謀室長、池田大作、理事長、小泉隆の最高幹部を含め、数十人が逮捕。 起訴された。後半では総価学会最高幹部による指示の有無、証拠採用された自白の信用性が争われた。池田と小泉は無罪判決を得たが、二人以外の会員には有罪判決が下され、池田も交流段階で個別訪問と買収容疑を認め自白し署名したことから無罪判決を得るまで5年近い年月がかかっている。 小田は、両幹部の無実を信じ擁護したものの、違反を犯した会員に対しては起訴後、即除名などの厳しい処分を下した。1957年9月8日、神奈川県横浜市神奈川区の三沢競技場において、開催された、総価学会第4回東日本青年部体育、大会、ワコ度ドの採点において、いわゆる、減水爆禁止宣言を発表する。 総価学会第4回東日本青年部体育大会はコードの祭典で発表した。この宣言がマスメディアなどで報道されることはなかったが、戸田はこの宣言を威嚴として会員たちに託し、以後、総価学会が行っている第二次世界大戦体験者の証言を集めて出版する反戦出版やパネル展の巡回などの半角運動。 反戦平和運動活動の延々となる。1958年に入ると寄進していた大行動が竣行するのを受けて、学会員に大い支持へ参拝するよう示持。3月16日には大行動で高専ルフの模擬試験を行う。青年部員6000人が参加、学会では記念式典と呼ばれている。戸田は、 高戦略の一切の工事を青年部全体に託した。しかし、この式典をもって、戸田の後継となる、学会会長候補者を完全に指名していない。しかし、側近の弟子らに、学会会長候補者は誰かを伝え、次期会長を守り抜くよう遺言を残している。同年4月1日、急性心不全を起こし大石寺を離れたが、国鉄東京駅に着く頃には、 戸田の体調は悪化の一途をたどっていた。東京駅からそのまま駿河台日本大学病院に直行し緊急入院するも、翌4月2日の夕方、死去。学会では死因を急性心衰弱と発表した。戸田の遺言通り、戸田の遺体は一週間何もされないままだったが、遺体は腐ることはなかった。58歳没。4月8日、東京。 池袋の常在寺で営まれた国別式には12万人が商工に訪れた。同年4月20日、青山葬儀所で営まれた創価学会葬には25万人が参列した。小説、人間革命より、池田大作著、人間革命第11巻204から205ページ。 池田大作著、人間革命第11巻204から205ページ、島田博美著、神様の都合週末のフィールドワーク ISBN978 から48億3187万1992、中田港の近未来、世界はこうなる。講座第2回、対談、中田港、島田博美未来の宗教はどうなるのか。これから、世界はどうなるのか オータコレクティブ、オータコレクティブ、池田大作長、人間革命第11巻当初は、内閣総理大臣、岸信介の3列も予定されたが、名代として、安倍晋太郎が出席した。池田大作室、追筆、人間世紀の光128王家の4.2 2恩師を思う、大白連華2010年4月号28ページ。 会長就任50周年記念企画永遠にしと勝利を共にありがとうございます。